これなんですか。ニコと一緒に。皆さんこんにちは、豊崎あきです。はじめましての方ははじめまして、そしていつもありがとうの方はお久しぶりです。普段声優として、活動しているんですけども、本日は YouTube ということもあって完全にお家からねプライベートでお届けしております。今日は我が家のアイドル、スーパーかわいいドッグのニコちゃんをご紹介したいと思います。実はずっとラジオとかイベントとか、あとブログとかでも我が家の犬の話はねしてたんですけど、今まで一度も見てもらったことがなかったので、本日が初公開、ニコちゃんのビジュアル初公開となります。早速ニコちゃんを紹介したいと思います。ニコちゃんです、どうぞ。寝ています。カメラのセッティングやらなんやらもそもそしていたら、ちょうど退屈になって眠ってしまいましたが、こちら我が家のスーパーアイドルドッグ、ニコちゃんです。ニコルという名前なんですけど、私はニックネーム的にニコちゃんって呼んだりとか、ニコピーって呼んだり、ニコッチーって呼んだりとかねしております。犬種はジャックラッセルテリアという犬種で、狩猟犬でめちゃくちゃ元気で筋肉質、そして、お散歩も大好きというね、もうすぐ3歳になる女の子です。チャームポイントとしては、お耳がねこっちだけずっとなぜかピローンって、こうちっちゃい時からなんですけど、こっちだけ垂れてるんですよね。こっちはいつもピンって立ってるんですけど、そこがチャームポイントだったりとか、こうお耳の周りがねパンダみたいに黒くなっていて、近所ではお散歩してるとアイラインちゃんなんて呼ばれてたりします。かわいいですね。あとね、ここにねポンってね、ポンってね丸いねなんかポチっていうのがねついてたりする。かわいいですね、ニコちゃん。昼間はよくね寝てますね。あ、ビヨーンってなった、ビヨーンってなりました。ビヨンシュ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 、あ、ビヨーンってなってますね。ビヨーンってなってます。でこんな感じで、だいぶお家でねリラックスして寝ていることが多いですね。ちゃーかわいい、かわいいですね。これうちのニコなんです。かわいい。そんな感じで、今後もですねニコちゃんと一緒にいろんなことで遊んでねお届けしていけたらいいかななんて思っておりますので、よく眠ってるなと思ったらいいねボタン、そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。あ、もう今まさに、今まさにドリーミングですね。眠たいよ、私もう眠たいの、お昼寝するの。寝ました。ということで第1回目ということなんです。寝てしまうという、そんなね回でしたけど、これからまたよろしくお願いします。というわけでニコと豊崎あきでした。バイバーイ。